皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日はスイカの切り方をご紹介していきたいと思います。でもただ単に切るだけではなくて、どこでも真ん中、喧嘩のない切り方をご紹介をしていきます。スイカですね、普通に切っててしまうと、こう隅っこの方とかだと、あんまり甘くないとか言って最後の方まで残りがちなんですけれども、今回ご紹介する切り方はどこも真ん中が入っているスイカの切り方です。ですので喧嘩がなく、皆さん仲良くスイカを食べることができます。では早速切っていきたいと思います。まず半分に切りますね。よいしょよいしょ、半分に切りました。でここからまたさらに半分に切っていきます。でここまではね、普通のスイカの切り方と一緒じゃんって思うんですけど、こっからが違います。この頂点を、頂点からこう外に向けてこう切ります、ね。これまだちょっと大きいので、こっからまた外に向かって切ります。こんな感じですね。はい、でこちらまだ残っておりますね。これも、頂点から下に、でこちらも頂点から下に、ちょっとまだ大きいなっていうのであれば、またさらに頂点から下に、切ってみてください。こうするともとても食べやすいですしね、サイズもいいかなと思います。はい、以上ですね。中心から、外に向けて切るようにしていくと、どこも先端ばっかちゃんと入ってますね。パッと見ていただくと、どこが端っこだったかもうわからない状態ですね。ですのでこのままお皿にのせて出していただくと、喧嘩がなく最後まで美味しく食べていただけるのではないかなと思います。はい、今日は、スイカのどこでも真ん中、スイカの切り方のご紹介をしました。概要欄の方にですね、別の切り方、別のスイカの切り方もご紹介しておりますので、よろしければそちらの方もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。